がよく使う表現ですね。日常はね、入試には絶対出ないと思うけど。いい勝負です。おー、同点。それでは始まりました森田チャンネルです。今回はですね、みんなで早押しクイズの英語の問題で無双してやるぜっていうね、企画です。これサブチャンネルのね方であげたら結構好評だったんでやりたいと思いますね。今急遽一戦やって撮ってますけど、このアプリね、フリーマッチっていうのがあって、好きなね問題作れて、だから出題者が好きにこう問題作って、それをいろんな人が解くっていうものがあるんですよ。なんでそれをねやっていきたいと思いますね。さあ急遽なんかねフレンズクイズのやつに招待されたからやります。結構ねこの人の作ったクイズなんかね面白かったんでやります。よしOn you. おすごい、この人早く噛むって人。フィックス8の方か。これはむずいと。おお、コモさん正解してる。すごいな。これはむずいと思うけどな。お、すごい、このカンベって人すごい、やっぱりかなり英語できんじゃない。重要ですね、受験でも。さあ次。ゴワゴワした、カサカサ、発情した、ムラムラした。あ、ホーニー。はいはいはい、ホーニーはよく使う表現ですね。日常はね、入試には絶対出ないと思うけど。キリン。あ、これもう知ってんじゃないの、この神戸さんって。もうラブね、はいはい。おお、すごい接戦だ。さあ果たして勝てるのでしょうか。はいはいはい。プライド。あ、プライズメイドだ。そうね、プライドメイドだと思ってたわ。あ、そう、ブライドメイドじゃない、ブライズメイドなんだ。 S つくんだね。これは忘れてたね、ブライドメイドだと思ってた。スピット。さあどうなる。これ絶対僕だって1位取んないと勝てないよね。まあもしくはめっちゃむずいやつばっか来るよね。これ早押し勝たないと無理だな。アップトゥーでしょう。これはほら、 What are you up to tonight? さあいい勝負ですね。ディカフ、ディカフ、オッケー。いい勝負です。おー、同点。
あ、やっぱこれ難しいよね。ビールだと思っちゃうね、多分ね。パイプオルガン。負けた、早押し、くっそ。早押しに勝てない。お、間違えてる。よしよしよし、結構いい勝負ですね。怖い。うわっ、間違った。遮るから。うえ、ね、OK、 オーラ OK。 さあ来い。時に言うかな。 Love it or like it だな。ね、緊張してきた。2番、よし。 I got screwed。 これはよく使う表現ですね、日常ね。 I got screwed とか Oh my god みたいなね、やべえよみたいなとかよく使いますね。スペルが難しいね。俺はみんな間違ってる。さあ行きますね。あとちょっと。さあ行くぞ。あ、パースか。金銭って意味でパースそんな使うか。Dazzling Dazzling Girl って歌がありますね、シャイニーの。Stairs。 何人答えられるんだろうこれ。K って人がすごい追い上げてきた。え、サブの方か、そっちか、やばい、しまったしまった。さあ、ウソプライズグリッ、ほかっぺね、ミスったかと思ったよ、見つかんなかったかと思った。 OK、 間違えた。怖っ。 We are、 ええ、どういうこと。あ、そうか。あ、なんで、あ、これ間違ってるでしょ、これ問題が。インバイテッドだ。うわ、負けてる。いや、ウィアードはスペルが間違ってるよ。リーチ。怖い。
Okay, I wish I could. あと1問。あ、これもそっか、急ぐ必要ないんだね。確実に正解する。いらん。よし、3。He's hitting on you とかね、そういう時に使う表現です。すごかった。いやすげえ戦いだった。どうなんだろう、動画的に結構緊張して無口になっちゃいましたけど、これは面白かったんじゃないですかね。いや急遽動画撮りましたけど、よし今から逆だ、オープニングを撮る。まあこんな感じでね、どうだったでしょうかね。これまあなんかサブチャンネル出したらすごい人気あったんでね、こういう企画もね、ぜひやっていこうかなと思いますね。はい、好評だったらどんどんね続けていきたいと思いますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします、ね、またわかりませんけど、これちょうどタイミング的にね、出てないといけないので、しまった、着てなかったパーカーはい、やっていきたいと思います。よかったらね、はい、高評価やコメントください。はい、ありがとうございました。